皆さんこんにちは、タシアンダンサーギャバンです。本日ですね、9月の4日の金曜日なんですけれども、今ちょうど帰ってきてシャワーを浴びたところです。今日埼玉の方すごい雨と雷で、ちょうど帰りの5時ぐらいの時間に大雨降り出しまして、雷もすごかったんで、僕今ちょっと工場で、製造業の工場でちょっと中間管理職みたいなことをやらせてもらってるんですけど、もうすぐに、ちょっと、車組の方は、徒歩の方、自転車の方、ぜひちょっと、うまく連携取って送ってください、みたいな話して、で、僕自身も、駅に、まで車で乗せてもらってですね、若手と一緒に帰ってきました。まあ、なんか、バタバタっと帰ってきたおかげで、いつもより10分ぐらい早く帰ってこれて、いろんな意味でラッキーでした。でも本当にすごい雨と雷で、びっくりしましたけれども、皆さん大丈夫でしょうか。ちょっとびっくりしましたけれども。さてですね、本日は、雑談動画のパート13撮っていきたいと思います。前回のパート12はヒゲ脱毛のお話しまして、まぁ、ちょっとヒゲもね、レーザー当ててから、月曜日ですか、月曜日に当てたんで、ちょっと落ち着いてきたかなっていう感じですね。まあまあ、まだまだ、そのね、パッて、ヒゲ生えた状態で見てもらって、ああ、減ったねって言ってもらうのは、もうほんとあと2年後、3年後かなっていう感じですけれども、ね、せっかくお金払っちゃってますから、諦めずに継続していきたいと思います。それで、今回のですね、雑談動画の、テーマは、タヒチアンダンス用語について、お話ししたいなと思います。ありがたいことにですね、以前の動画でも上げさせていただきましたが、出張タヒチアンダンスレッスン、お問い合わせをいただいて、教えさせていただく機会があって、で、その中でですね、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、タヒチアンダンスの用語であったりとか、ステップの名前を、知りたいですというご質問をいただいて、で、僕自身が、ハッとしたんですけれども、タヒチアンダンスの用語とか、ステップの名前とかを、もう本当恥ずかしながら、ほとんどこう、学ばない中で、ダンスをずっとやってきたんで、正直もう全然わかんないですね、用語。いや本当に、教わらないで、かつ、それで困らないっていうタヒチアンダンスライフでした。いや、怒らないでくださいね。すみません。なんか教える立場のくせに、お前何開き直ってんだみたいに思われるかもしれないんですけど、いや、でも本当に、用語もほとんど出てこないし、それで困らなかったんですね。で、それでもちろん、このままじゃいけないっていうことで、今 Amazon でですね、まだちょっと届いてませんが、こういう辞書があるんですね。英語とタヒチ語の辞書っていうのがあるんですけど、これを早速注文しまして、1万円弱ぐらいしたんですけど、まあでもまだちょっと届いてないです。1週間ちょっと前ぐらいに注文したんですけど、なんか海外から来るらしくて、まだ届いてないんですけど、来たら猛勉強しようかなと思ってます。いや、本当にね、だから5年、6年ぐらい前にアイタペアペアの方入らせていただいて、で、まあパオティとかね、菊池先生の方から、それこそアミとかバルとか、女性と男性共通の、ステップっていうのは、なんとなくその、レッスン、女性が受けてるレッスンをこう、脇で聞いてて、聞こえてきましたし、で、まあ、パオティっていうのは、やっぱり一番最初に習ったんで、もちろん単語としては聞いてました。意味は全然わかってなかったですけど、まあ、ステップの名前としては聞いてましたね。それで、まあまあ、アイタペアペアはね、もともとその種クラスっていうのはなかったわけですから、まあまあ、男性のそのステップの用語がそんなにこう頻繁に出てこなくてもしょうがないのかなと思うんですけど、で、その中で僕もやってました。で、ヘイバ2017、ヘイバイ東京2017、大きい大会ですよね。で、そこで、タバケレレアタさんのグループコンペティションの演目に私も出させて、一人のダンサーとして出させていただけるということになりまして、レッスン参加しました。大手の、ダンスグループの、まあ、レッスンに参加っていう形なんですけども、基本的な、その、振り覚えに関しては、まずビデオが送られてきて、もうとにかくこのビデオ通りに振りを覚えてくれという形で、振りを覚えてって、で、大きな体育館みたいな練習場で皆さんと合わせて、
投資稽古をするっていう感じなので、その当時のその田畑に所属されてた皆さんはその一個一個の振り付けをこう段階的にやっていく中で単語っていうのは出てきたのかもしれないですけど、だからもうアイタペアペア時代と一緒ですよね。動画を見て見よう見まねでやるっていう、もう僕の当たり前のタシチアンダンスライフで、田畑さんのそのグループコンペティションの練習っていうのも進行しました。それで、それとは別にですね、まあ、好きな種ダンサーのお話でも出ましたけども、トゥアリー先生、タシチの、すごい世界的に有名なダンサーさんの、がご指導されて、まあ、ワークショップも私受けて、で、種スペシャルショーということで、振り付けの指導もいただきましたけれども、そのワークショップ1回プラスその動画で勉強、動画の方は当然ですけれども単語っていうのは出てこなかったです。それこそ見よう見まね。ワークショップの中で出たか出なかったか、覚えてない、記憶にないくらいの感じだからあれなんですよ。いや、僕開き直ってるわけじゃなくて、これから勉強しようと思ってるんですけれども、タシチアンダンスって、なんか用語よりも、言葉よりも、とにかく、踊りの現物を見て、こう、見よう見まねで、見て学ぶみたいな文化なんだなっていうことで自分も解釈して、で、そういう形でやってたら別に全然困らず。いや、他のところもそうだし、別にそういう説明すらないし。いや、こういうもんなんだっていうことで、ひたすらそういう形で5年6年突っ走ってきて、で、今、壁にぶつかるというような感じですね。で、僕、以前に、まあ、クラシックバレエをやってたっていうのは、雑談動画のパート1の経歴でお話しました。クラシックバレエは全然違います。クラシックバレエは、もう、なんていうんですか、その、ポジションから、踊りから、そのステップから、やっぱりレッスンの中でも絶対頻繁にそのステップの名前は出ますし、なんだったらタシチアンダンスは要するにこう先生がその本域で踊って、でそれを生徒がなんか学ぶみたいな感じありますけど、バレエの場合は全然そんなんじゃなくて、逆に言ったら先生はそんな踊らないんですよ。トンベ、パドブレ、グリッサード、グランパリシアとかって、こうね、手振りはやりますけど、ね、今、バレエやってた方だったら、トンベ、パドブレ、グリッサード、グランパリシアって言ったら頭の中で浮かびますよね。トンベ、パドブレ、グリッサード、グランパリシアって、これね、わかりますよね、バレエやってた方は。うん。で、バレエだったらこうなんですよ。だから先生は、こう、こう、こうよって言って、で、生徒は、はいはい、あ、あれね、と。だからもう、何ですか、基本のその振りの流れとかって、もう大体もうレッスンのそのパターンでも出てるんですよね。もうなんかこう、振り付けの中でもそうですけど、その細かいワンパートワンパートの振りって、もう当たり前のもう出来上がったものがあるんで、だからもう先生は本域でそんなのやらないです。身振り手振りと振り付けのステップの名前を言えば、生徒が、ああ、あれねっていうのがもうバレエの当たり前なんで、タシチアンダンスみたいに先生の踊りをこう、ミラーというか、覚えて完コピするっていうのとはちょっとやっぱり違うから、だからやっぱそこはやっぱり違って当然なのかなっていう感じはしました。だからバレエは結構言葉っていうのは自然と、まあ16年やってたっていうのもありますけど、でもレッスンの中で絶対もう、動きと、次、トンベパドブレピルエットポーズ、トンベパドブレピルエットポーズ、3回やったら、レベランスして、とかっていうのはもう、なんていうんですかね。だから、本当に、パターン、A パターンよ、B パターンよ、みたいな感じなんで、言葉は自然と入ってくるレッスンでしたね。でも、やっぱりこう、初めて始められる方とか、今までね、他のダンスに、逆にバレエとかやってた方が来られたら、それは当然言葉の意味とか歌詞の意味とかステップの用語とか知りたいっていうのはもう当然だと思いますんで、私も今からですね、あ、そうかそうかと、バレエ時代のあれを忘れてたわというところでですね、勉強したいと思います。逆にギャバお前言葉も知らないでやってたのかって
怒る方いたら、ぜひ、怒らないで教えてください。本当に、困りもせずここまで来てしまったんで、ね、逆に教えていただいて、で、もうこうやって、公の場で、勉強不足でしたっていうのは逆にもう認めますんで、逆に教えていただいたことを僕は元から知ってたんだなんて言うつもりも全然ありませんので。ちなみにですね、今、まだそのさっきの辞書っていうのは届いてないんですけど、今勉強してるのはこれですね。旅の指差し会話帳タヒチ。で、やっぱタヒチっていうとやっぱりダンスとかも有名だから、タヒチャン、ダンス用語っていうよりかは、何が載ってんのかな。まあ、簡単な言い回しとか、お家のこととか、観光。でも、ファーテテとかね、パフとか、ビボとか、ホラガイ、プーとか、載ってますね。で、ヘイバイタヒチのことも載ってます。タヒチアンダンス、やり投げもありますよ、とかっていうのが書いてあって、なんかこう、僕ぐらいの、やつがライトにまずはちょっと始めるのにはすごくいいのかなとは思うんですけど、当然ですけど、この中にステップの名前とかっていうのは当然載ってないんで、今はなんとかその歌詞とかはね、生徒さんからお問い合わせいただいたらなんとかこれを駆使して、これとネットの力を駆使してなんとか勉強してるって感じですね。早く辞書届かねえかな。あと誰かわかる方、ステップの名前。本当にわからないんで、いろいろ教えてください。よく考えたらね、歩きながらパオティってなんだよって感じですけどね。いや、もしかしたら本当の正式名称があるのかもしれないですけど、僕わからないんで、勝手に自分で命名して、しゃがみパオティ、歩きながらパオティとかね。なんか勝手に命名して、勝手にやってました。でもまあ、許してくださいよ。南国の楽しい踊りですから、ね。踊り手さんが、僕も含めて踊り手が楽しく踊った、なんかね、タヒチ、僕も行ったことありますけど、タヒチの文化をこう、リスペクトしながら楽しく踊ってるんで、これから勉強させてください。今回はですね、雑談動画のパート13は、タヒチアンダンス用語をギャバンは全然知らなかったと。これから勉強するぞ!知ってる方はぜひ教えてくださいというお話をさせていただきました。もし、さっき、出しましたけれども、僕が買った辞書、使いやすいとか、こういう使い方するといいよ、みたいなのあったら、ぜひ教えていただければと思います。今週もですね、明日が、種たまろうクラスで、日曜日は出張レッスン、予定しております。東京以外の方からも、実は、地方の方からも、関東圏外の方からもお問い合わせいただきまして、もう、全然、いいですよ、っていう、逆にね、タヒチアンダンスやっていただける方いるんだったら、どんどん活用していただければと思います。はい。これから勉強もしますんで、用語にも強いタヒチアンダンサーギャバン、よろしくお願いします。ありがとうございました。タヒチアンダンサーギャバンでした。まるるー!